日本の茶道を披露する女性喫茶文化は茶の製造過程や消費方法、人々が茶に与えられる影響、茶を飲むことの美学によって定義される。これは茶の生産、茶の入れ方、茶の芸術と儀式、社会、歴史、健康、道徳、教育、そして交流とメディアの側面も含む。お茶が重要な役割を果たしている国もある。 お茶は一般的に社会的なイベントで消費され、たくさんの文化がこれらのイベントのために複雑で決まった形式の儀礼を生み出した。アフターヌーンティーは広く知られているイギリスの習慣である。中国のお茶文化に基づくお茶の儀礼は日本式の茶道や韓国式の茶礼のように東アジアの中でも異なる。お茶の入れ方が大きく異なることもある。例えばチベットでは、 一般的に飲み物は塩とバターと一緒に入れられる。お茶は小さな私的な集まりで引用されるか、あるいは公共の場で引用されることもある。大英帝国は自らのお茶に対する解釈をその領土や植民地に広めた。そこには現在の香港特別行政区、インド、パキスタンなどの国々のように多少のお茶文化を持っていた地域も含まれる。また、 東、アフリカや太平洋のようなお茶文化を持っていなかった地域も含まれる。様々な地域がブラックティーや緑茶やウーロン茶など異なった種類のお茶を好んで飲用しハーブや牛乳や砂糖などを使って異なって風味付けをする。また茶の温度や濃さなども大きく異なる。中国文化圏においては伝統的に中国茶を楽しむ文化があり、現在でも 喫茶文化が盛んである。中国茶の寒茶と王朝時代、陸は日陰の山腹で育っている植物が質の悪い茶葉になっていて、そのお茶が腹部膨張を引き起こす原因になっていることを見つけた。茶の製造として最も一般的だった過程は水を茶葉と共に煎じることだった。水は火鉢の上の大鍋の中で魚の目と言われるくらいの大きさの泡が立つまで、 沸騰させた。お茶の味を保つために適量の塩も加えられた。ロシアのニコライ2世の帝国軍のために作られた、煎茶明王名大朝以前までに提供されていたお茶は一般的に煎茶から作られていた。収穫後、積まれた茶葉は部分的にあるいは全体的に乾燥させられた後にレンガ状に圧縮される。プーアル茶の圧縮はこの家庭の名残に似ている。 煎茶のブロックは通貨として使われることもあった。いろいろな形をしたいつつの技巧級スバター茶チベットでは煮出した煎茶にバターと塩やミルクを加えて混ぜたバター茶が飲まれている。台湾の喫茶文化には中国や島に移民してきた漢民族などから影響を受けた伝統ある喫茶文化が含まれている。三社はオランダ東インド会社によって台湾で 初めて発見された。韓国におけるサレーは仏教文化と深く結びついている。コレクター向けの東北地方にある一杯分の大きさの急須。鋳造された鉄に艶出し加工が施されている。一杯の抹茶と和菓子日本においては歴史的に作動が盛んである。ラペソーの一例体ではチャーイエンというスパイスや甘味料を加えたアイスティーが飲まれている。 ミャンマーでは、緑茶やラーパイエが飲まれている。また、茶葉を発酵させた、ラペソーは、おかずやお茶受けとして使われている。ラペソーは、ビルマ語で茶を意味するラペと、湿っている状態を意味する相互を合わせた言葉である。ベトナムでは緑茶などに加え、ハスの花をブレンドしたハス茶なども飲まれている。スリランカの茶葉の栽培茶を入れる茶いわらの男性。インドのバーラーナシーにて撮影。 世界最大級の茶葉の生産国の一つ、インドでは朝ごはんから夜の飲み物としてお茶がよく飲まれている。お茶は一般的に牛乳、砂糖、それから生姜や小豆、黒胡椒、シナモンといった香辛料と共に飲まれ、マサラチャイとして親しまれている。ほとんどすべてのお茶は CTC 製法で作られたインド紅茶として飲まれる。普通、 沸騰した水に茶葉を入れてお茶を抽出し、牛乳を加える。客にお茶を差し出すことは、インドの家庭やオフィス、仕事の場において、基本的な慣習である。お茶は、茶いわらとして知られるお茶農家の人々が営む、道端の小さな屋台でも提供される。2012年4月21日、計画委員会の副議長である、モンテックシン・アルワリアは、 2013年の4月までにお茶は国民的な飲み物だと断言されるだろうと言った。その出来事について、インドのアッサム州のタルンオゴイモト州知事は発展を確実にするためにお茶産業向けの特別なパッケージが発表されるだろうと述べた。その動きは国内のお茶の生産量を増加させると思われていたが、2013年5月、商務部部長は 競争相手のコーヒー産業に支障をきたすことを恐れてお茶を国民的飲料として宣言しないことを決断した。1987年2月、家に訪問したアリー・ハーメネイー氏にお茶を提供するイランの家族代表的なカップに注がれたトルコ茶2016年の時点でトルコは 3.16kg で一人当たりのお茶の消費量が一番多いという統計が出された。 2004年、トルコは20万5500トンもの茶葉を生産し、トルコは世界の巨大お茶市場の一つになった。うち12万トンはトルコ内で消費され、残りは輸出された。2010年、トルコは1人当たりの消費量が2 7キログラムで世界一の数値だった。2013年にはトルコのお茶の1人当たりの消費量は1日10杯を超え、 毎年1 3 8キログラムに及ぶ。お茶のほとんどは国海海岸にある都市リゼ県で栽培されている。エジプトではお茶は国民的な飲み物でコーヒーよりも普及している。エジプトではお茶はシャイと呼ばれる。モロッコは世界で最も緑茶の輸出量が多いと考えられている。ミントティーの飲用も盛んである。モロッコミントティーソマリア人は ラクダの乳を入れてお茶を飲むことも多い。ドイツ調津街の蓋の18世紀のドイツのティーポット、東フリージア地域には注目すべきお茶の消費と喫茶文化がある。伝統的なお茶の入れ方は次の通りである、クルンチェと言われる、ゆっくりと溶ける白い飴状の砂糖を空のカップに入れる。そして、クルンチェの上にお茶が注がれる。生クリームの 雲が水のお茶に加えられ、砂糖は大地を代表する。茶道具一式には一般的に東フリージアのバラの柄が施される。ロシアソビエトの宇宙探索を記念するロシアの伝統的なグラス入れ。コリチギの似て撮影パリにあるティーポットの形をしたサロンドテの看板フランスフランスの食文化としてコーヒーが有名である一方、アフターヌーンティーは長い間上流階級の社会的。 習慣であった。マルセル・プルーストの小説などでも描かれていることで有名である。マリアージュ・フレールは1854年創業のパリの有名な高級紅茶専門店である。ただ、フランスのお茶の市場はイギリスの市場と比べるとごくわずかに過ぎない。だが、これは1995年から2005年にかけて倍増しており、今もその数値は増加傾向にある。 フランスのお茶は黒い品種が多いが、アジアの緑茶や果物風味のお茶も浸透しつつある。フランス人は大抵午後にお茶を飲む。お茶はサロンド手で飲まれる。フランスでは、お茶に砂糖を加える人が圧倒的に多く、牛乳、レモン、何も入れないで飲むは同じくらいの人気度である。アイルランドアイルランドのクレア県、バリーボーンにある喫茶店アイルランドは、 世界で2番目に1人当たりのお茶の消費量が多い国である。その量は年間2 1 9ラムである。イギリス国内での喫茶文化はほとんど違わないが、アイルランドの喫茶文化とは違う部分が多数ある。例えば、アイルランドでは、お茶は牛乳か砂糖を入れて飲む。また、アイルランドのお茶は少し香辛料が効いていて、イギリスの伝統的なブレンドよりも濃い。 アイルランドの有名なお茶のブランドには、ライアンズ、バリー、エス、ビューリー、エスなどがある。ポルトガルポルトガルの茶葉の栽培の多くは、アゾレス諸島で行われる。アゾレス諸島とは、ポルトガル本土から 1500km 西部に位置する島々のことである。ポルトガルは、ヨーロッパで最初にお茶を飲む習慣を導入した国であり、同時にお茶を生産したヨーロッパ最初の国である。 1750年、カペラスからサンミゲル島のポルトフォルモーゾにまで至る地域は、茶葉試験栽培地として使われていた。そこでは 10kg の紅茶の茶葉と 8kg の緑茶の茶葉が生産された。1883年、中国のマカオ地域の専門技術を持った労働者による指導もあり、100年後には茶葉の生産が重要視されるようになり、茶葉の栽培は拡大した。 彼らの栽培方法を受け継ぎ、お茶の香りに高貴さを添えるために、ジャスミンやマルババクチオネイスなどの種類の植物が導入されたが、ジャスミンだけしか使われなかった。イギリス混ぜる前のブラックティーと牛乳イギリス人は世界屈指のお茶の消費量を誇る人々である。イギリス人の一人当たりのお茶消費量は年間1 9キログラムである。茶筒として知られる。 茶葉を貯蔵するための箱学者の中には、イギリスの産業革命にお茶が関わっていることを示唆する者も,もいる。アフターヌーンティーは、長時間工場で働く、長時間労働者の数を増やす手段になったとみられる。お茶に含まれる、精神刺激効果のある成分が、特に甘い菓子と一緒に摂取することで、労働者の仕事を終わらせようとする原動力となったとみられる。さらに、 お茶を飲むために、お湯を沸かすことで、赤痢、これら、腸チ,チフスなどの病原菌を殺すことができ、産業化不明による都市化の影響を緩和する効果もあった。アフターヌーンティーのティーサービス一式の一例。アメリカ合衆国でよく飲まれている、アイスティーアイスティーなどが好まれている。氷を入れて、冷たくした上で、大量の砂糖や甘味料で甘くして飲むことが多い。ありがとうございます。